はい、ブラブラ YouTube、 今回は東京都美術館でエゴン・シーレ展を見てまいりましたけども、いかがでしたか。30年ぶりなんでしょ。いや、それ意外だった。それすごいですね、これが30年ってね。たっぷり見れてよかったね。よかった、ね、全部よかった。見たものがこれはいい、見に来ていただきたいと思いますけどね。シーレが全然悲劇じゃなかったの分かったでしょ、はい、分かった。そうなんだよ、ね、俺もずっとこの人なんかで病んでる人なのかなと思ってたんだけど、いやそんなことないね、病んでない。全然なんかむしろ、チャラ男じゃんみたいな、ね、なんか自分勝手に来てる感じしますよね。なんか好き勝手ね。でもなんか絵を見てるとでもなんか悲しい感じを、そうだから自分で追い込んでる、追い込んでたってことなんですね。できるんで、それができる人だね。それできる人ってね、立ち悪いよ。いや、そうですよね。まあ、ね、確かにそう、ね、あの女の人が引っかかっちゃダメなタイプの男だよね。そうだね。なるほど、うん。それもセルフブランディングだから ね、 そ、 のそれも一応、うん、だからそうやってモテるんだな。まあ、モテるんだよ。モテるんだよ。モテるの、ね、悲しがり上手はモテるんだよ。影をね、影を作りに行くのよ。そうなんだよね。ね、よくそこに気づいたよな。でもうまいよ。でもうまい、ブランディングがうまいです、うん、東京都美術館エゴン・シーレ展は火曜日夜8時の放送です。ぜひご覧ください。はい、はい、そして今日はですね、本編ではちょっと紹介していないんですけども、ぜひともですね、五郎さんに解説してほしい絵があるんですけども、うん、ね、それがこちらのですね、うん、自分を見つめる人2、死と男という作品なんです、うん、あったじゃんね、これね。これありましたけど紹介しなかったですよね、うん、これちょっと五郎さんに説明ちょっと丸投げしちゃいますけども、はい、これどういうことなんでしょうか。まあ、自画像ですよね。自画像ですよね、自画像ですよ ね、ま、ね、このね、あのエゴン・シーレの特徴、今日あんまり触れなかった指ね。指ね、こう指がちょっと、ね、こんなポーズを言う、変な形で、うん、これこういうのあったね、うん、今日こういう指のやつ見たね、はい、うん、で手前の自分は目を閉じて、うん、まあ、なんか心の中を見つめてる感じだけど、うん、その後ろになんかドクロのような白い、うん、いる、うん、これ ね、これでしょ。それもだから自分ですよね。あ、これも自分なんだ、うん、自分を見つめる、その自分を見つめている自分は誰みたいな、うん、そうか、なるほど。 こういうこの自我の分裂って言うんですか、あ、これこの時代流行りですよね。なるほどね。でこれさ、よく見るとさ、このさ、はい、向かって右、うん、向かって右のとこ、はい、なんかでっかい顔みたいなの見えない、でっかい顔、目ん玉だけ、そう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 、それ目ん玉に心霊写真みたいな感じだ。見える見える、片目だけ ね、はい、うんうん、これもなんか意味が、これなんか顔狙ったのかなとか、顔なのかもしれないですね。もしかして自分を見つめる、自分を見つめる自分、また俯瞰からそれをまた俯瞰から見る、見て神の目線みたいな、なんかそういうことなのかどうか分かんないけど、死と男ってそういうことか。いや、死と男はその多分白い方だと思うよ、うん、それが、まあ、まるで背後から死が忍び寄ってくるみたいな、完全な心霊写真だよね、これ。まあ、幽体離脱で、俺はむしろ幽体離脱に見えた、うん、幽体離脱、あ、そっちの方か、うんうん、なるほど。で、本当に この時代、そのなんていうのかな、はい、あの自我の分裂っていうのは文学やなんかでも盛んに扱われたテーマだから、なるほど、うん、もうこの時代流行ってたってことなんですね。流行ってたっていうね、ことだと思います、ね、うん、どうしてこのシーレが書いたかっていうのを本編で見れば分かりますので、そちらの方を見てください。よろしくお願いします。分かってください、うん。